始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルマ工場のアンドゥです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。一度 P スイッチを信じてください。そうすると何か見えてきます。だってうわな深っ。どういうこと？ P スイッチを信じるってなんだ。踏むか。とりあえずわかった、信じよう。お前をどうだどうだ、飛んでみるか。 P スイッチを踏んで、お前を信じた結果。いや、あれ物理的に無理じゃない？ちょっと一回踏んで待ってみますか。ここで何かが起きるのかもしれない。ちょっと待ってみましょう。時間を、この P スイッチがあることによって、これを待つことによって何か起きるとか。え、何も起きないんだけど。ちょっと待って、え、どうするこれ。え、どうする、え、どうする。 P スイッチを信じるってなんだろうな。 P じゃんか。いや、関係ないよね。P スイッチ投げるか。投げて、こいつを空中で踏む。無理です。いや、わかった。 P スイッチ持って、でもこのギリギリの角度でゴールに触れるとか。いや、いけそう。これだ。見えた。全てがな。わかった。 P スイッチを信じるっていうのは、この P スイッチのところでジャンプするってことだ。そうするといい感じに、ほら見た、うーわベースより来たじゃあ次のコース、どうぞ。じゃあ次、このコースで遊んでいきたいと思います。カオスコース4。うわ来ました。もうとんでもないコースですよ。でも大丈夫、カオス系は慣れてる、得意です。敵がいっぱいいる、それをいかにかいくぐっていくか。あれ、いや、でも見てください、そんな大した、なるほどね、そんな見てる時間お前にはあげねえよと。わかりました。最初歩きましょう。余裕の歩きを見せた。ここからが俺の。オッケーオッケーオッケー、来た。早くフォーム邪魔。わかった。とりあえずまずこいつは踏むでしょ。で、こいつは上から落とすと。と。わかったんですよ、この事件の真相が。踏んで、踏ん。わかった。じゃあもうこっから行っちゃおう。ここから直接、踏ん。素晴らしい作戦だ。なんだお前は。オッケー、素晴らしい。で、落ち着いて、冷静。そう、この冷静かい。ピヤーン。だからここで、この5名を上から飛び越すと。素晴らしい選択。いやあ3連チャンは効いてない。来た、1、2、はい、3、完璧だぜ。ふっふっ、届かねえよし、間に合った、熱い。オッケーさあ、あ、なんだなんだ、オッケー、落ち着こう、一回。落ち着いてる場合じゃない、場合じゃない。はい、はい、オッケー。で、こっち、よし、よく頑張ったぞ。逆だ、間に合い、よし、オッケー、熱い、落ち着いて、冷静、よっしゃ、ようやく来たぞ。俺たちは成長してるってことはな、見せつけてやろうぜ。ピョイン、間に合え、やだオッケー、冷静よ、ナイス冷静。で、ここで揺れて、こうするでしょ。で、弾かれつつの、落ち着いて、パーン、あざっすあざっす、よっしゃ来た。さあ、ゴールじゃない、お前に用はねえよ、っつってな。間に合え、俺の思いを全て乗せて入れ、よっしゃやったよっしゃじゃあ次のコース、どうぞ。じゃあ次、このコースで遊んでいきたいと思います。ん2ってコースですね。うわ、どういうことだ。土管に入るだけ？でもなんか、なんだあのテレサの進化系みたいなやつ。あいつの名前わかんないんですけど、そいつが邪魔してるから入れませんよ、みたいな。そういうこと？ほうほう。いや、でもタイミング勝負でしょ。もらいましたと。もうだから簡単よ。もうここで、こうするだけ。はい、ありがとう、3。で、わかったわ。わかった。当たる直前に行こう。ここ！これが逆にベストなタイミングだったりする。もっとギリギリですね。もっとギリギリを攻める、ここだ。あー、そうだ、俺はビーフになるって決めた、あの日から、あの時。そうだ、慌てるな。ギリギリのギリ、ここ、もう超ギリ狙ったよ俺。まだ甘いぜお前って言われてるわ。オッケー、はい、切った、完璧、これさすがにいったべ。切った、どうだ、やったー、よっしゃギリギリの賭けに勝ちました
皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。